どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。本日のテーマソングはドーン、越路吹雪さんのろくでなしです。これはヴィンテージソングですけどね、今聴いてもかっこよくて、しかもウクレレにぴったり、思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもできる、なるべく簡単にしてるバージョンなんですけど、コード3つでアレンジしました。入門コード3つですよ。これはですね、もう先輩方にぜひこのウクレレ簡単なんで始めてもらいたいな。この曲で、ウクレレデビューとか素晴らしいと思います。そして後半はですね、かっこいいビートが登場します。レトロビートを使った、あの独特のリズム感、表現していきたいと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽ってね、聞くのもいいけど、やる方がもっと最高なんですよ。でも私、音楽できそうにない、私苦手なんです、楽器触ったことないという方、そんな方もご安心ください。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルは、そのような皆さんがね、あっという間にウクレレで弾き語りができるプログラムがあります。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけですぐですよ。じゃあここですからね、行ってらっしゃい、クリック、行ってらっしゃい。そこには、今までガズが取りためてきた、ありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1400曲以上もアップロードされておりますので、どんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それでは早速やってまいりましょう。越路吹雪さんのろくでなし。まずは初心者さん向け、入門コード3つに超簡単アレンジした、ろくでなし、ガズレレ流簡単バージョン、やってみます。ワン、ツー、デンデン、この酒場でたくさん飲んだから、古い思い出はぼやけてきたし、私は恋人に捨てられてしまった。人がこの私をうざつきと「ろくでなし」「ろくでなし」「なんて広い」「あウィン」「味方」「平日だけど晴れ着を着たのよ」おかみさんたちは白い目で睨んだ。まるでこのあたしを泥棒みたいに、ろくでなし、ろくでなし、なんてひどい越路吹雪さんのろくでなし。まずはシンプル簡単バージョンをゆったりやってみました。入門コード3つですよ。これだったら結構簡単にできると思うんですよね。そしてこの歌の感じ、雰囲気、ちょっとね、おしゃれな感じで、こう、ツンとした女性のイメージ。これはテンション上がります。歌っていきましょう。今のは聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジさせていただいておりまして、3番みたいなところがちょっとカットしております。これコード進行は1番と2番と全く一緒ですので、歌詞を書いて、コードを書いて、オリジナルの楽譜を完成させてください。そしたらフルコーラスでできるようになります。そして今のガズレレシンプル簡単バージョンも YouTube 動画と一緒に合わせて、ゆっくりできたという方、次のステップは、ご自身だけで
あの YouTube と一緒じゃなくてね、自分一人だけで演奏してみるのをおすすめします。その時もやっぱり紙に書いたりプリントアウトしたりして何かを見ながら最初やった方がいいと思うんですけど、その時の参考になりますように、はい、こんな感じでこうろくでなしって書いたり、これを見ながらねいつもガズを演奏してるんですけど、これをねまあ書いてもらえば、これ参考にしてもらえばいいかなと思うんですけど、今ですねこのサービス始まりましたガズクラブです。ガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のろくでなしを含む今までガズが取りためてきた膨大な曲のストックリスト、ノート楽譜の中から毎月5曲皆さんが好きな曲選んでですダウンロードしていただいて練習できるという画期的なサービス、もうすでにメンバーそろそろ700名に到達かということで盛り上がっております。そしてこのガズクラブに入っていただくと、毎月2回行われているガズクラブ限定オンラインライブ配信、毎月2回行われてるんです。これがめちゃくちゃ盛り上がる、これに参加できるとか、あと非公開の SNS があって、毎朝7時にガズがラジオ放送したりしてます。はい、すごい、このラジオ放送も面白いですよ。毎日やってるんです、朝7時から、健康的。はい、そこではですね、皆さんの演奏動画をアップロードしてくれる場所が、アップロードしていただける場所が3カ所ぐらいあったり、ガズがいろんな質問に答えたり、なかなかわちゃわちゃ言って大人のクラブ活動を楽しんでますので、ぜひ、チェックしておいてください。それではちょっとノートを写してまいりましょう。はい、これなんですけどね、これよく見ていただくと、下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで使いたいコード、今のはシンプルアレンジは入門コード3つで押さえたんでちょっとアレンジされております。後半やるかっこいいバージョンはつまり下のぐるぐるっと囲ってる方を使っていきますんで、ちょっとコードがね増えてきますということなんですけど、はい、こんな感じでいきます。こう止まるとかね、こういうのはねテロップにも書いてある。こんな感じで映していきますんで、ちょっとメモってってください。一時停止でね。で、動画の中のテロップを一時停止していただいてもいいと思いますし、あとガズクラブで楽譜をゲットしていただくのもいいかなと思います。参考までにこう今映していきます。これは同じですからね、コード進行。ここと1番と2番のコード進行一緒、歌詞が変わるだけ。3番やりたい方はこのコードを書いて、歌詞を3番の歌詞に書いてね、みたいな。サビはここですね。6でなし。ここ最後エンディングのところ、パラパパパ、こんな感じです。ここ最後2回やって終わったというのがガズレレアレンジになっております。はい、それではコードの、出てくるコードの解説をしようと思います。この赤い句囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンで出てくるコード。今やったシンプル簡単バージョンはこの3つだけなんですよ。すごい。C と F と G7 です。この3つで今のシンプル簡単バージョンできました。これは初心者様でもちょっとできると思うんで、ちょっとやってみてください。はい。それでこれはですね、本当ウクレレ習ったその日に覚えるようなコードなんですけど、今隠して後半やる2つのコードも、実はですね、入門コードなんですよね、実際。Dm と Em7 というコードを使うんですけど、はい。これ初心者の方でもこれ抑えられるんで、ちょっと慣れてきたらこっちのコードね、後半やるかっこいいバージョンに変えてみてください。はい。で、このコード、今日は一斉に紹介しちゃいます。この5つのコードが今出てますけど、これはですね、入門コードのグループであってですね、それはこれなんです。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレで音楽を始めようかなと思っている人に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループで、10個のコードがあるんです。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単。だけど10個覚えようと、いっぺんに覚えようと思うとね、頭混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画をここに貼っておきます。この動画必見ですよ。簡単に覚えられますね。今日は5個、その中の5個で出てきますけどね。取り組んでいきましょう。まあ、どっちしても今のシンプル簡単バージョンもう3つですから、もう。その中でも入門コード3つ。ぜひ皆さんやっていきましょう。はい、じゃあこっからね、かっこいいバージョンが入っていこうと思います。このタイミングでガズがいつも伝えたいのは、歌をしっかり4つ弾きで覚えてから、次のリズムの方に入っていかないと、リズムも中途半端、歌も中途半端みたいになっちゃうんで、まず4つ弾きで楽しく歌ってね、楽しんだ後にじゃあ、リズムに入っていこうということで、かっこいいバージョンに入っていくようにしてみるのがいかがでしょうかというふうに思いますんですけど、ひとまず行ってみましょう。じゃあ、かっこいいバージョンの解説始めます。さっきも言ったように、かっこいいバージョンでは、こんな感じ、コードがね、さっき、F だったところが Dm に変わったりとか、ちょっと細かく変わってますんで、テロップをご確認して、コードが変わったと響きのね、違いもちょっと感じ取ってください。そして今回この曲ね、弾き方、いいリズムがあります。この弾き方でいきます。ドン!レトロビート。これはですね、こういうリズムです。これかっこいいでしょ。ロクデラシー。ロクデラシー。まさにこの曲のためにあるようなストローク。これちょっとレトロ感があるレトロビート。まさにそのまんまなんですけど。このリズムがもう最高ですね。はい、このレトロビートの弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からレトロビートというね、動画で超濃厚に解説してるんで、レッスンしていきましょう。ちなみにこのレトロビートってちょっとね、初心者がいきなり取り組むには難しいんで、8ビートと8ビートのチャというリズムが基本になってるから、それができた上でね、レトロビートを
やってください。そのさっきのリンクのところに8ビートとか8ビートのチャというね、レッスン動画も出てますんでね、ぜひとも取り組んでください。このリズムでやるとね、めっちゃ気持ちいいですから、ほんと何かこうふんわり気分でこう、リズムに乗っかってるなという感じでできると思います。あ、そしてこのレトロビートなんですけど、ちょっとね、一箇所ですね、ワンブロック2個コードが入ってる時は、レトロビート抜いた方がかっこいいかなと思うところがあります。イントロとかサビのところで出てくるんですけど、ちょっとやってみましょう。ねんねーん、でん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 、ここレトロビートでしょ。でんでんでん、今度 Dm になりましたよ。でんでんでん、次です。ダン、チャカ、ダン、チャカ、ダン。この Dm と G7 のワンブロック2、2個コードが入ってるとこは、ダン、チョク、ダン、ツク、これ8ビートのチャみたいな感じで、やるのがいいんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、今のところ、次、フレーズを入れたいと思います。ここにもちょっと一応書いてあったので、さっき分かりました?ここにね、フレーズって書いてある。フレーズ。このフレーズを弾こうと思います。ちょっと今のところもう一度やってみるんで、流れで聴いておいてください。ねんねんでんでんでん、レトロビートかっこいい。ねんねんでんでんでん。古いこの坂でと入っていきます。今のこのフレーズがね、結構印象的だったんで、これはぜひ弾いてみようと思い、いや思います。これ解説します。はい、ここにどっか、はい、これタブフって言うんですけど、これ表記していきます。このタブフの読み方わかんないよという方、概要欄にタブフの読み方のね URL リンク貼っとくんで、お勉強してください。タブフが見れる方はこれで見ていきましょう。まず3000って書いてあるでしょ。これは1弦3フレット押さえて000だから、すなわちこう C のコードです。 C を1回ちょっと弾いて、そこから解説していきます。そして、1弦の320ですね。次は2弦の310、次は3弦の2で、その次また300C なんです。これで止まる。ちょっともう一回やってみます。こうなります。最初の C のちょっと C が入るところ見ると、ジャタタ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 、最後のダも C ですからね。これかっこいいんですよ。こんな感じですね。ぜひこのフレーズ入れてもらいたいんですけど、ちょっと上級編としては、最初に C、ザーッと一回弾くじゃないですか、ちょっとの間。その C が、この1弦じゃなくて2弦、3弦、4弦が伸びてるところの音で、この音が伸ばしてるところでこのフレーズが入ったりするのも、ちょっと高難度ですけど、いいかなと思います。ちょっと最初ゆっくりね。練習してみてください。もう一回ちょっと、最初からやってみようかな。ねえ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 、レトロビートいいね。ねえ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 、ぜんぜんねえ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 、古いこの坂で、こんな感じです。ここ毎回このサビのところで入ってくるんで、ね、これはちょっと余裕出てきたら取り組んでみてください。はい、そしてね、やっぱりこのレトロビートに合う歌ですよね。この越路吹雪さんのあの流れるような、ちょっとねこうおしゃれでね、ちょっと悪女っぽい感じ。あとやっぱこの歌のタイミングもね、結構一筋縄ではいきませんよ。なんでよく聞いて、言葉のタイミングを測って、結構またいでくるねフレーズが多いので、よく聞いて気持ちよく、このメロディーと、レトロビートがこうガッとこう一つになるように、こう体を揺らしてリズムを組み込んで、歌っていきましょう。いや、これは楽しい曲ですね。ただ曲の内容は楽しくないんだけど、弾いてると楽しいんですよ。やってみたら分かると思いますよ。やってみましょう。越路吹雪さんのろくでなしガズレレ理由、かっこいいバージョンやってみる。 1, 2, 1 私は恋人に捨てられてしまった。人がこの私をうなずきと言うから、ろくでなし、ろくでなしなんてひどい言い方。平日だけど夕れ
は、おかみさんたちは白い目で睨んだ。まるでこのあたしを泥棒みたいに、ろくでなし、ろくでなし、なんてひどい言い方。パパラパパ、パパラパパ、パパパパパパパ、パパ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 パ、パパ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 パ。星地吹雪さんのろくでなし、ガズレレレをかっこいいバージョンやってみました。もうレトロビートがね、すっごい似合う曲ですね。これおしゃれにビシビシ決めたい感じでございます。さあ皆さん思いっきり歌っていてください。ありがとうございます。そしたらね、今度この楽しさ、ウクレレで歌うこの楽しさ、もう周りの方にもね、ぜひ教えてあげてください。この今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用くださいね。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。あとはですね、さっきもちょっとお伝えしたんですけど、このガズクラブ、これもね相当盛り上がってまして、もう今600名超えてきましたね、メンバーさん。はい、これめちゃくちゃ楽しいことになってるので、ぜひガズクラブをご検討ください。そしてこのアプリもあるんですよ、ガズレレってアプリ。このアプリを見るとですね、曲もいっぱいあるし、あとメトロノーム機能とかいろんなね、付加価値もどんどんこれからも追加されていくんで、アプリも、この辺のことすべてガズレレのホームページのね、トップページから探せるようになってるんでお願いします。あとグッズもいろいろあります。いつもガズが使っているこの、ストラップ、このストラップもいろいろカラーバリエーションもいろいろあってね、こういろんな色のバリエーションもあるし、あとこの水引きの、これがね、ガズレレではね、おなじみなんですけど、これガズの両親が手作りしてるやつなんでね、これ一個ずつ違うんですよ。こういうのもホームページにあったりします。あとは、これですよ、これ。じゃあ、はい、リットミュージック社から出てるこの3冊の本。これはですね、もう、こっちは、この赤と黄色100曲、それぞれ100曲入り。こっちは初心者さんに向けた簡単バージョンなんですけど、これがですね、もう超わかりやすくて、もう大ヒット中です。この3つでそろそろ10万部に到達という、本当に大ヒットになってるんですけど、やっぱりこれわかりやすいからだと思うんですよね。ぜひ皆さんこれ、大手書店さん、楽器店さんなどに、置いてあると思いますんで、ぜひチェックしておいてください。そしてガズレレではですね、もうまだまだこれからもね、面白いこといっぱいやっていく予定ですんで、皆さんフォローの方よろしくお願いします。いや、音楽聴くよりやる方が楽しい。皆さんどんどん音楽始めていきましょう。それではまたお会いしましょう。ガズレレ YouTube でした。さよなら、バイバイ。